はい、皆さんこんにちは。今日もアーバンシーからカリフォルニア州のアメリカからお送りいたします。コーチアレックスでございます。今日もすき上げく付き合いくださいませ。1月3日でございますね。月曜日になりましたね。本当に1週間経つの早いんでございますけれどね。今日はね、ABC 順にですね、ホームランランキングが出ましたので、皆様にご紹介したいと思っております。まあ、シーズン記録編っても書いてありますけどね、ここですね。で、大谷翔平の46本は、この大谷の王になってますね、もちろん。なんかね、名字で皆さんが入れてますね。じゃないと、ファーストネームだったら同じ名前の人がいっぱい出てくるから、ラスネミとはなんか少ないみたいなんですけどね。ということで大谷の王でなっております。そしてですね、まあこういう感じで、まあじゃあ早速いきましょうかね。まずはこちらからいきたいと思っております。今日はですね、なんとさくらちゃんが他の杉の時に出ますから、これはミカちゃんがやってくれますんでね。じゃあミカちゃん呼んでくださいね。じゃあお願いします。どうぞ。大谷翔平ロサンゼルスエンジェルスは2021年に46本のホームランを打った。これは、ナ・リーグとアーリーグ、あるいは1シーズンに両リーグでプレーした選手の歴代トップ100には入らない。107位タイだ。ただ、ラストネームのイニシャルごとに分けると、O の3位にランクインする。オタニイニシャル、OO だ。大谷の上には、54本、2006年と47本。2005年ツノデビットオティーズしかいない。なるほどね。ということでね、オティーズさんはね、ボストンのデビッドオティーズさんはボストンでしたね。という感じになっておりますけどね。じゃあ早速見てみましょうかね、どうなってるのか。これ A と B になってますけどね。まあこれは1シーズンみたいですね。これピート・アロンゾーということで、5350はですね、これはブレディ・アンダーソンっていうんでね。まあこの辺で、まあ、見てもね、あとは50、まあ、70の人いますね。マーク・マグワイヤー。そう、この人は、まあいいですけどね。ちょうどですね、ほら、やっぱり薬をちょっとやってましてね。それで彼がさっといなくなってからみんなチェックし始めたから、ちょっと遅れたんですけどね。これは70分出るのはね、ちょっと、普通じゃないですね。ちょっとやってましたと思います。だってほら見てんの、65、60本。それからね、このバリーボンズもそうです、やってました、73本。これはね、シーズンで7本出るのはね、ちょっと普通じゃないね。ただしこのね、ハンク・グリーンバーグとかね、昔の方はね、そういうまあね、ドラッグはなかったので、まあ彼たちが本当にね、一生懸命やったということになりますよね。はい、続きましてはこれでございます。はい、王っておっしゃいましたね。デビッド・オーティーズが54、またデビッド・オーティーズが47で、この王の中でいくと大谷さんは21年で46本ということで、3位で頑張っております。そのうちにこの辺がバーンと抜いちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。まああとはもうこの辺で見てみれば、そうですね、このカルロス・クエンティンとかね、サミ・ソサ、この人もね、なんか一回バットがね折れたらなんか変なもの入ってたという話言われた気がするんだけど、まあ66本とかですね。まあ大体ね、飛び抜けてね、なんか打ってるっていうのはなんかちょっと大丈夫かな、なんかおかしなものがあるらしいんだけども、まあという感じでございます。じゃあ続きましてこれでございます。じゃあよろしくどうぞお願いします。今度はさくらちゃんに読んでいただきたいと思っておりますけど、さくらちゃんお願いします。2021年のトップ3入りは大谷を含めて4人だ。48本のサルバドール・ペレス、カンザスシティ・ロイヤルズが P の2位、39本のブランドン・ナウ、サンパベイ・レイズが L の3位タイ、33本のマイク・ズニーノ、レイズはセットの3位タイにランクインした。大谷はそれまで4の3位にいた。42本のメルオット1929年を上回った。ということでね、大谷翔平は王で入っております。は
はい、でこれ見ますとですね、これはですね、皆さんが今まで何本打ったかということで、一番そのハンク・アロンさんが、これは間違いないですよ。あの当時はね、そういういろいろドラッグも何もなくて、755、バーリー・ボンズが750、これはね、もう本当に下に書いてよかったよ。この上の方に書くもんじゃないよ、これはね、これはね、本物じゃない。なんてね。ということで、この辺でバーッと大きく見ると534、ジュミー・フォックス、アレックスじゃないね、これも。ケン・グリフィン・ジュニア、こっちの辺はね、なんか、まあ、問題ないような気がしないんだもんけれどもね、捕まっていないんでね。それからこの辺で500ですね、レジー・ジャクソン、はい、573、ハーモン・キルブル、まあ、この辺でずっと700、700ジョンがあるよ。ベーブ・ルース、これはすごい本物だよ、これ。714。おー、ベーブ・ルースはすごいね、これは。サミソーサも捜査してましたよ、彼は。ドラッグで捜査しましたよ、なんて言ってね。まあ、という感じで、デビッド・グリアムズ、まあ、500。まあ、ということでね、この辺見てますとね、まあ、400、まあ、この辺はいいんですけど、こう、ガーッと飛び抜けてるものはね、問題ありっていうふうに思っていただければと思っております。ということで、次はですね、今日も Yes! 89のインフォメーションをいきたいと思っております。ではどうぞお願いします。どうぞ、アレックスのイエスインターナショナルということでね、またまた、イエスの会場を呼んでみたいと思います。はい、アレックスとそして沼田康子ちゃん、はい、どうぞ。2度目の登場、聖女隊の沼田康子です。そしてHello everybody, my name is the great, I'm Donation of Menti, for Border, Amigo, Domingo, Napolitano, Natto, No, Meso, Shiro, Yoroshiko! 沼田さんもなんか動いてますね。お色直し。いや、もう小林さんにね、アドバイスいただきまして。小林さんにアドバイスいただきまして。日本食を入れたんですよ、今。Natto と味噌汁とね、梅干しの入れましたよ。というわけでございましてね、早速ですけどもね、ご紹介いたしますけど、今日はね、3人のお客さんを迎えておりますけどもね、まず2人の方をご紹介しましょう。Ladies and gentlemen, proudly presenting you two people from America. Here we go! はい。どうぞお願いします。どうぞ。いや、すごい。すごい。見てください、皆さん。素敵な衣装でやってまいりました。じゃあまず、お名前を伺ってみたいと思います。はい、お名前は。マタシンです。モタシンさん。あ、モタシンさん。モタシンさん。モタモタしてませんね。大丈夫ですね。よく頑張れば分からないところ。そして、はい、こちらはハッサンです。ハッサンさん。ハッサンさん。いや、いいんじゃありませんか。ね、はい、素敵ですね。はい、まあ、というわけでございましてね、今日のお客様はアフリカから参っておりますけどもね。ねえ、はい、アレックス、はい、昨夜は何をしてたの？そんな昔のことは知りませんね。じゃあ、はい、明日会える？そんな先のことは、わかりまっしーんって感じですね。何をやってんだか。はい、これで分かっていただいたでしょうか。ちょっとボギーって感じじゃないですけれども。ハンフリー・ボーガーとですね、はい、それからイングルマン、ね、まあ出てきませんでしたけどね、はい、カサブランカといえば、もうどこですか？モロッコです。そうです、だから私、はい、今日モロッコ食べてきましたんですけどね、待っておきましてですね、はい、まあなんと言いましても、はい、素晴らしいありませんか。そうです、ね、でもね、はい、アレックスはインターナショナルって言うけど、アラビア語はどうなんですか？アラビア語は私はピラピラですよ。あ、じゃあちょっと話してみてください。アッサラマレイクム、イスマアレクサンダー、はい、お前でしょ。あー、はい、はい、ということでね、はいはい、これからですね、日本語の得意な、はい、方、はい、アブドゥラさんをお呼びしたいと思います。やりましたね、はい、それでは、アブドゥラさんをご紹介しましょう。 Ladies and gentlemen, proud presenting you, Mr. アブドゥラだ、ブッチャー、違う、ブッチャー、はい、come on, please, welcome to the stage. いらっしゃいました。はい、はい、いや、綺麗な洋服でございますけどね。ねえ、皆さん3人揃って、ね、先ほどですね、2人にこちらに来ていただいたんですけど、はい、この衣装の説明をしていただけますか。どういう衣装なんですか、ね、はいはい、こちらのですね、はい、水ですね、水織りの人、水織りね、はい、水織りの洋服、はいはい、これ羊の毛ですね。何ですか？羊の毛です。羊の毛、はい、はい、分かりました、はいはい、こちらの方ね、珍しいのカバンですよね、はいはいはい、いやー、これはすごいですね。これ全部でフォリーの公園ですね、測ってます。あ、フォリー、古い公園で、はい、公園ですね。お金なわけですね。だから私が最初の日本語できない頃のどんな気分古い公園です、はいはいはい、それから、はい、それからですね、はい、これは全部で手作りですよね。手作りでできている、はい、手作り、はい、ハンドメイド、はい、ハンドメイドです。すごいですね、はい、ねー、すごい。でこちらはそれからですね、これは、はい、これはグラスですね。あ、ああ、日本でいうとカップだね。カップですね。水を売るときにこれでやるわけですね、はい、これはですね、はい、真鍮ですね。
新中どうですね、はい、新中ですよ、ね、どうですね、はい、これは大体いっぱい飲むときはいくらぐらいなんですか。1円はないですね。1円までいかないです、はい、安いですからね、はい、ねえ、そしてあと帽子ですね、はいはいはい、帽子ですよね、はいはい、これももうあの水を直ってるの人は日本語あれ似てますね。なるほどね、面白いですね、はい、そしてじゃあこちらの方は、はい、次ですね、これはモロッコのあの服ですね、モロッコの民族紙ですよ。ああ、この帽子がいいじゃないですか、かっこいいね、この帽子、ね、はい、これはあのいい素敵帽子ですよ。素敵な帽子、はい、これはね、あの服ですね、民族紙のあの服ですね、はい、名前のね、ジュンラバです。ジュンラバ、ジュンラバです。これ何の洋服ですか。あのイスラムの、あのイスラム教の、はい、洋服だって、はい、大体は祭りの、あのします。なかなか涼しそうですよ ね、 ですね、はい、アブドゥラさんはね、あの国際交流館のモロッコのブースにいらっしゃるんですが、少しモロッコのブースの紹介 をしていただきますね、はいはい、今、まあ、多分 VTR もそれで出ると思いますけどね、はい、いやでもね、あのアブドゥラさんもだってすごい帽子じゃないのこれ。じゃ素敵ですよ自分で素敵って言いますね。はい、先ほどね、私たちもブースに少し行ったんですがね、砂漠のあのバラですか、こう砂があれは固まったんですか、はい、これはですね、3億年前ですね。3億年前、はい、3億年前のあの砂漠のバラです。砂漠のバラ、はい、これはね、あの砂ですね、はい、夜と昼とかね、はい、あの50度以上ですね、はい、違うですね、こんな感じになりますけど。なるほど、はい、これあの花というですね、バラですからね、バラですね、あ、バラのこと言うんですか、はい、そうですね、あれ綺麗だったですね、すごい綺麗でした。3億年ですと、ね、僕のひいおじいさんの言うアレクサンダー大王の時代なんでしょうかねなるほどあとね、他にもう本当に革の製品が多かったですよね、はい、革の製品がいっぱいあったですね、アクセサリーとかね、で、はい、まあ帽子とかですね、いろんなことありましたんですけども、はい、あとなんかいろんなものがあったんですけども、はい、アンモナイトとかですね、3億6千年前のアンモナイトです。化石です。アンモナイト、化石ね、普通で教科書とかでしか見れませんからね、そういうのぜひ ね見ていただきたいと思います。あとあのモロッコの革製品ですね、革製品ですね、あの羊の革とかですね、あのヤンピですね、あとラクダの革ですよ、ギオ革でございます、はい、あとモロッコのあの手作りのアクセサリーですね、はい、いろんなアクセサリーあるんですけどもね、皆さんね、はい、あのなんとモロッコの方ではですね、はい、1日に5回あのお祈りするんだそうですよ。5回もです。5回ですよ。5回しないでくださいね。これはイスラム教ですね。はい、イスラム教ですね。あの1日5回します。じゃあアブドゥラさんもこちら国際交流館の方で5回やってるんですか。そうですね。忙しいの時ですね。あの一人はあの仕事やります。私、はい、あの時間あったとかのあのサラートしますですね。じゃあ交代でみんなお祈りをしてると。そうそう、なんかサラートをしてそれをみんな。なるほど。それで何、あの例えば時間来たらこの辺でももうすぐメッカに向かってやってしまうと。いやできませんですね。できない。はい、できないですよ。これはね、例えばあの昨日の皿と明日のシュルとかねはこれはダメです。はい。例えば4時シュルとかね、4時5分はもうダメです。もうその、はい、決まってるんですよ。ぴったりでないとダメなわけなんですね。はい、もしかしてこの番組の中でリハイするんじゃないかな、心配だけどね。あとなんかあの、はい、あと食べ物、そう、豚は食べちゃいけないって聞いたんですけど、本当ですか？いや豚はね、イスラムの方ですね、はい、食べないですよ。食べない。はい。豚は一切食べない。へー、それからあとなんか断食をする、はい、ダイエットとは違うんですか？うん、違いますけどね、これは断食ですね、はい、あの毎年1ヶ月します。お1ヶ月、はい、1年に1ヶ月ぐらいやるという。1ヶ月ちょうど1ヶ月です、ね、ちょうど1ヶ月ぐらい。それですごいんですってね、先ほど聞いたんですけどね、皆さんね、なんかあの日が朝ですね、日が出るまで食べておいて、日が出てまた沈むまで食べちゃいけない、水も飲んじゃいけない、タバコもしちゃいけない、何でもダメですよ。こっちはどうですか？これはね、断食の時はもう絶対ダメですよ。ちょっと待って、これよくわかったね。よくわかりましたね。よくわかりましたね、これ。これはバンコク教説から、やっぱり日本のものですか、じゃあ、あとお酒なんかはどうなんですか？お酒ね、あのイスラムの方ですね、モロッコ人とかね、飲まないですよ。飲まない。でもね、ワインがあるんですよ、だからそれ。モロッコの特産って言ったら。モロッコのカザブランカの作るのワインですね。うんうん、でもこれはあの外国人のためですよね。ああ、外国人とかですね、あのクラブとかですね。あ、これはいっぱいありますけどね、これは楽しいの、楽しいのことはあの外国人の旅ですよ、自分はしないけど人のためということでね。じゃあアブドゥラさんは全然ワインは飲まないと、飲まないですということで。それからね、はい、皆さんなんと、はい、奥さんがですね4人まで小前さん喜ぶでしょ4人まで、ね、あ、これは昔だったらですね、あ、昔だったら、はい、じゃあ今は昔あの戦争だったらですね、
男とかですね、少ないですよね、はい、女の子とかあの大変な生活は男も死んだとか戦争の中ですね。だからあの奥さんは今はダメだけど、前はちょっと一人も大変ですよ。なるほど、一人も大変。このハッサンさんにおじいさんが4人がいたというのは先ほど聞いたんだけど、奥様4人いらっしゃったんですね。あら、はい、おじさんが4人いたんだけど、あなたは何人がいいですか？一人がいいと。ね、ね、日本の女性なんてどうですか？日本の女性はいかがで、聞いてみてください。あ、ある程度。あ、彼は分かってる、ね、はい。かわいいです。かわいいって。かわいいですか、はい、お嫁さんにもらうとしたらどうですか、あの、やすこちゃん。恥ずかしいです。恥ずかしいですか？恥ずかしい。あの、はい、なんかあのあれがあるんですか、条件みたいなの、あの奥さんにもらう、もし私がお嫁に行くとしたら、なんかそうですね、はい、もしあの例えば日本人もらうとかですね、はい、モロッコ人も日本人もらうとかね、はい、イスラム教の入ってないとかの結婚は無理ですよ、なるほどね、イスラム教に入れないとですね、結婚は無理なんですけど、ね、イスラム教徒にならなければお嫁さんには行けないということです。大田さんも聞いてますか？なるほどね、なんですけどね、はい、いやすごいね、いつからもかな、いつからもかなと思ったんですけどね、なんか質問ありますでしょうか？いやいや、どうもありがとう、はい、すいません。だから、もら今週のプレゼントは間違えるといけないんで、はい、あの剣のキーホルダーと、はい、それから小銭入れね、はい、こちらですね、ラクダの方の小銭入れね、そうなんです、最初に出てきたの純銀のブレスレットとかで、はい、あれは違う、はい、トイコでございましてね、いきなり土地で終わってしまいましたけれども、ということで、じゃあもう一回おさらいさせていただきたいと思っております。はい、おさらいはこちらでございますね、ABC 順でホームランランキングシーズン記録編ということでね、大谷さんは46本で王、大谷の王のランクに入っております。でそれによるとですね、まあ、あのイニシャル王ということで、あの3人デビッド・オルティーズも王で始まるから、でオルティーズがさんが、まあ、54本と47本で、でその後に大谷さんが3位につけておりますってことですね。それでまあこの辺で、いろいろ ABC 順に、まあ、1ヶ月のホームラン数を送り出しました。そしてこの辺もそうですが、そして大谷さんはここの王のところにここですね、46本ということでございます。そしてこちらは1年間、こちらですね、出てこないですけど、あ、こちらですね、これは1年間で、今までの1年間じゃなくて今までずっとね、何年間で、どういうふうになってるかと、あのハンク・アロンでもみんなが夢ですけどね、755で、まあ、王貞治もすごいですよね。だからこの辺に王貞治も入れてほしいなと思うんですけど、僕はね、まあ、ということで、お送りいたしましたけど、最後になりました、大相撲通りに、まあ、歌でお締めさせていただきたいと思っております。はあ、日本人なら忘れちゃ困る、翔平を他に彼が世界の二刀流だぜ、2021年の翔平を他にはホームラン46本も打ちました。はい、ということでございましてね、今日はまあまあ起きたかなと思って、いつもね、もう適当に歌わせていただいておりますけども、まあでも演歌調でございますね。演歌が大好きで、まあ今日も46本のホームランの大谷さんのお送りいたしました。いつも本当に私のコーナー見ていただきましてありがとうございます。ぜひ、私のコーナーの下の方に、登録ボタンがあります。ぜひ押していただければ助かります。で、またこちらのアップすればご連絡いくと思います。ということで、See you later, alligator! See you later, alligator! では、後ほどお目にかかります。ありがとうございました。また明日。